カール・ヨハン通り、奥に見えるのが王宮。カール・ヨハン通りは、ノルウェーの首都、オスロの主要王通りである。地名は、ベルナドって長所大スウェーデン・ノルウェー、連合国王カール三世、ヨハンにちなむ。カール・ヨハン通りは、かつて二つに分かれていた通りを一つにつなげて、構成されている。通りの東端は、クリスチャン四世がオスロを取り囲む城壁の付近にあった部分である。 城壁は現在は取り除かれ、オスロ大聖堂が建設された時に、三つの区画が、オスターガデになった。通りの西の区画には1840年代に、ノルウェー王宮が建設され、通りと接続した。1852年には、カール三世、ヨハンの栄誉を称え、カールヨハン通りと名付けられた。1875年には、ノルウェーの彫刻家、 ウリンジュルフ・バーズリアンは起乗したカール3世、ヨハンの銅像を作り、王宮の前に設置した。1866年に国会議事堂が建設される時に、東西2つの通りが連結され、全体をカールヨハン通りと呼ぶこととなった。カールヨハン通りは東端をオスロの主要鉄道駅であるオスロ中央駅に西端を王宮とする。 カール・ヨハン通りとアブラスロッツゲートの交差点にある広場ガーターゲットでは東西の両端を眺めることができる。カール・ヨハン通りの距離は1020メートルであり、さらに300メートル伸ばすと王宮の丘にたどり着く。カール・ヨハン通りにはオスロの観光スポットを多く持っている。王宮やオスロ中央駅、国会議事堂、国立劇場、オスロ大学の古い建物、 国会議事堂前にあるアイツベルズプラッセの池、冬季になるとスケートリンクが設置されるマイナスマイナスやオスロ大聖堂がある。ありがとうございます。